こんにちは、昭和時代の鉄道マニアです。今回はですね、皆様からご要望のあった関西本線のダイアグラムをダウンロードできるサイトを見つけましたので、この動画で紹介してみたいと思います。まずは、こちらの稲沢塩浜ダイアグラムの紹介です。これはね、撮り鉄、乗り鉄を楽しむにはね、とても便利で見やすいダイアグラムです。PDF になってますのでね、印刷して、現場に持っていくことも可能です。こちらの方に小さく、列車番号、そしてこれのね、いいところはここに引っ張る機関車の種類が色分けで、書いております。そして、これを入手するにはどうしたらいいかということをこの後説明します。これの入手先はね、こちらのページになります。川崎海務課、川崎の貨物事情資料室ということで、これの、下の方ですね。ここに、いろいろとありますね。なんかマニアにはたまらないようなね、記事がいろいろあるんですけど、ここにダイヤ時刻表というのがあります。ここをクリックしてください。するとね、結構このように、ダイヤをアップしてます。そしてこれの一番下の稲沢塩浜ほかって書いてる東海道本線、関西本線で、この更新日がね、最終更新日がすごい新しくてね、2019年4月13日になっておりますので、今回の3月の、貨物の改正後のダイアグラムなので、最新のダイアグラムを入手することができます。そしてこちらをクリックします。するとこのようなページになりますね。するとここにいろいろとね、説明が書いてあって、でずっと下の方をスクロールすると、最新版ダイヤのダウンロードと、稲沢から塩浜ほかダイアグラム平日基本ダイヤという形で、公開のダイヤが、ダウンロードできます。これね、右クリックしてもらえ、名前をつけてリンク先を保存、こちらで PDF ファイルにダウンロードできるようになっております。そしてもう一つですね、こちらの関西本線貨物列車時刻表という、このような表ですね、これを入手できる場所も見つけましたので紹介します。これ平成31年3月ダイヤ改正版です。このように表になっててね、でこれは DD51 と DF200、引っ張る予定の機関車が、どの資料で、使うかということを、書いておりますので、マニアには、必見の資料かなと思います。この資料はね、こちらの、トラブエアですかね、こちらの、方の、ページの、引用で、このような形で、説明させていただきました。このね、表のダウンロードはどこからやるかといいますと、ダウンロードの、URL はこちらになります。http://www.travelair.jp、 そしてね、DD51 タイムテーブル PDF と、このような形で、PDF が取り出せるようになっております。そしてお待ちかね、このタイムテーブルの入手のサイトです。このアドレスですね。http://fkawasaki.sakura.nejp ですね。こちらの方にアドレスで入手することができます。こちらのアドレスにね、アクセスしていただきますと、先ほど紹介しましたね、こちらの、ページに、ページが出てきます。そして先ほどの説明通り、ダイヤ時刻表をクリックしてください。そしてこちらの、稲沢塩浜のタイムテーブルですね、こちらの方を、右クリックしてコピーということで、これで PDF がダウンロードできます。その他もね、こちらのね、いろいろ、なんかこの方北海道のダイヤを結構アップされていますね。あと首都圏 のこの辺の、なんか臨海ですかね、多分貨物のダイヤかな、その辺あたりが取り出せるようになっております。皆様も、ぜひ、こちらのダイアグラム、ダウンロード、されてみてはいかがでしょうか。
短い、動画でしたが、簡単な説明でちょっと、説明が至らないところもありましたが、お分かりになれば幸いです。それではこの辺で失礼いたします。今後も昭和時代の鉄道マニアの方よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタンはチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。